ちょっとまあいいったら、今できてないっちゃうけど。とりあえず、俺はちょっと見てん、自分のブログは、今。見たくないじゃない。ほら、見てみろ。だろうだっけ？だけど僕、無理ですって最初に言っときって言ったろ、私だっけ？できんのやったら。ちょっとコツコツ続ける習慣って難しいとよ。だけど、それも降りてってごらん。降りてってごらん。ほら、見てごらん。なん、それ。これ。私のね、週に1回の、なんかね、お茶のお稽古の記録だったらそんなんでわかるよ。私もそんなんよ。お茶のお稽古の週に1回しかない。お茶のお稽古の時しかせんじゃけど、更新は2週に1回しかしてないよ。ね？言ってごらん。自慢じゃないけど。忘れ頭皮もあって、あって更新は、あと忘れ頭皮もあるばってさ、基本こうやないでかんとよ。見てごらん。私に習うってことはそういうこと言ったら、ほら、見てないじゃん。これ一日、これ、マジか、あれ、これ、着物、これ、着物維持で、一日って飛び回りようと思いますよ。更新しとったと思ったったら、あって、ちょっと夜、ちょっと失敗。こんな感じでも、どげん。これがずっとそれでも、ずっとめくって、ずっと、何年間もやってるんですよ。どっか一番下めくって、降りてこと、降りてとら。2000何年から始めたかがわかるけど、そこから。で、しかも1年間やってバスるけど、2005年からこんなことしてる。2005年からこんな生活してます。で、2000年12月に、まあ、メルマガ始めたっちゃけど、これもずっとやってます。メルマガはまあ週に1回やけどね。で、それが要するにこんななってるわけですよ。こんなふうに現れてるわけですよ。数字は素直ですから。でございますか。いや、入ってあった後、返事だけはいいかって。返事いいっすか。返事、はいっていう、それ言っちゃうけど、大会けど、それ、はいっていう返事言っちゃうけど、何それ。ね。だけど、それ、もうちょっと上の方に上げた方がいい。顔の上に置いとこうか、それ。じゃ、そう順っす番。ね。いや、違う。ちょっと待って。もうちょっと上に置いた方がいいじゃん。お、開待って。いた時に、あ、もう絶対更新せないかみたいな気分にさせた方がいい。そう。ここら辺。お友達とかの方がもっと下の方でいい。どうしたらいいかな。もっと上に行った方がいい。それ。ちょっとさ、11月から始めてさ、強くない？ちょっと悲しくない？私めっちゃ悲しいけど。ねえ、ほら。あんたがさ、これね。やったら分かるっすね。まだ。分からん、それで。これでも1日ぐらいやろ、せめて。どうしたらいいと、それ。ね。どうしたらいいとってね。あ、自分でどう思う？ね。自分でどう思う？持続性が。あ？持続性。持続ってわけ言ったろ？いや、これ、あ、なんね。何が言いたいとね。ね。ね。だから自分で助言を思う。どうしたらいいと？どうしたらいいと？ね。私、一番最初言ったろうが、始めるのはいいけど、続けるの大変やけん、もうね、最初から僕無理ですって言っとった方がいいよって。この結果が、普通の凡人はそげになるのがもう目に見えとけ。なかなかできんちゃう、これ。できそうで。うん。でもできるってことが大事っちゃ、やっぱり。うん。そしたら自信につながるっちゃ。ていうか、もう習慣になるっちゃ、逆に言えば。私ね、本気で、こう、ドゥーって走る、まあ、レースに、要するに、参加する。ね、今、参加する前の準備段階と思っちゃとか、試合に臨む、試合って多分、勝負は一瞬で決まると思っちゃね。あ、あれによっては、内容によっては、ね。それまでの大事な、こう、エンジン温める時間。ないよ、こういうのって。勝負のと一瞬に気がつけんようになるじゃない、こういうのができてない。勝負は一瞬で決まるっちゃうけど、その時だけじゃないじゃない。
その間にずーっと土川ずーっと積み上げてきたものの一瞬芸なんね。うん。と思うちゃうけどね。移り気なのがダメなんや、とにかく。うん。羽の中の風のようにって歌があるんだけど、そんなね、コロコロ変わる乙女心じゃダメだよ。男心と秋の空とか、女心と秋の空とかあるけど、それちょっと絶対ダメだよね。うん、地道力とかね、持続力とかね、結構言われると思うんだけど、地味な、だけどね、本物は地味なんですよ。うん、本物、本質は地味なところにあるんですよ。の。だけ直接会った時に愛想もこそもなくても、そういうのがきちんとできとったりとかすると、一目置かれたりするんよ。話、次の話ができたりするんじゃん。あ、この子やったらちゃんと話せるね、みたいなね。だって分からんよな、会った時だけやったら。あ、この子やったら話せるなっていうことで見られるとよ、これ。情報ももらえるし、人としてワンランク上やねって見られるとこれって。っていう言葉で考えてしよう。なんかもう、やみくもに、イー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 って、なんかこう、なんか、刀振り回しようだけじゃないと、これって。あった。やりようこと。考えとらんめ？やみくもに。でも、やみくもに、イーイーってやりようと私も毎日は続くね、そしたらね。だから、私約束したってことは、ちゃんとせんな、それ。それかも、閉じるか、どっちかだね。私は。閉じたくないやろ。閉じたいもん。閉じるぞ。閉じたくないっすよ、絶対。うん。だから、もうちょっとそれば上に上げるなんかしてごらん。だとまだ12で入っといの。あ、今入っとと、はい、あ、入っとと。あ、そしたらさ、その、ね。まだ検索。うん。そうです。で、レイアウトかな？メニュー設定。メニュー設定かな？そう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 。それの、今表示しとこうよ。表示しとこうのあれ何回な？統計かな？統計じゃない。なんかカレンダー。カレンダーは上の方に上げるな。じゃあまあ。カレンダーもさ、うん。じゃあ、お友達じゃ、うん、うん、もう、ちょっとそれでしてみてごらん。そしたら、多分顔のすぐ下ぐらいに来ると思う。うん、で、その、うん、決定してごらん。それでも逆にこう、全部溜まっていったら、気持ちいいっすね。そうよ。その達成感を味わってほしいった。あ、一番上、うまい部分。なるそれでいいね。そうっすね。よし。お願いです。私と話した時だけその気なんで、アメリーも自分でその気にして、そこは。うん、だった、うん、で、とりあえず、うちはね、もうこんなガラス張りですから。うちは常に置いてますよ、こんなして。だった。うちが、うん、うちスパだから、うちスパだからですよ。いつでも脱げますよ。アルバイトで。もう今見せますよ。だって見せ、私、逃げも隠れもしない。だって、口だけで言おうだけやったらさ、信憑性がないかなと思って。で、なぜあんな風に、わざわざ売り上げとかなんかもこう、ええ、こと細かにこう、分野を分けても、意味分かったらあれって。あれってすぐ分かるわ。だけど仕入れと売り上げの内容を一巡、そう。案内して変えような、そういう。だけど、性格を汚い関係あれを正確に変えてもらったんだな。ほら、ネットで売り上げたんやけど、直接気にしちゃったら、あれは丸、ね、ネットよってねって変えてもらったしよろうか。わざわざ分けよろ。そういう、あれそういう。伝票がもともときれいに集計が分かれとったら、集計をせないかん人とかいうのがいらないから。うん、ただ入れればもうパーッと当てて出てくるけどね。あれ考えたのうちは集計を。そう。だから、その人の仕事がかかるわけやろね。だそれやったら他のことしてもらったらよかろ他のことしてもらったらよかろそう。無理、無駄、無駄をなくす。それとね、ぬしかっていう言葉あるじゃん。ぬしか。ぬしかしない。主ってやの、主ね。主。主かしない。主かはダメない。主かってね、その人しかわからない仕事じゃダメない。引き出し開けたらとか、内容見たら誰でもわかる状態にしておくことが一番、正しいやり方ね。主かしないっていう形で。